そして、福島の人たちを苦しめる。私たちの子供の将来の危うい尋常です。熱唱に発信者を何度言いましょう。尋常撤回。冷たい水あります。どうですか。冷たいお水あります。どうぞ。遠慮なくどうぞ。またたくさんの皆さん本当にご苦労様です。警察のその介入の仕方が質的に変わってきたなというのを感じています。ビデオカメラによる撮影というのが非常に目立つようになってきていて、結局公権力の行使ですから、警察のやることは。そういう意味だとその、行動上でですね、撮影をするというのは一定の制限に関わるわけですね。それは最高裁の判例もあって、その基準を守ってくださいということを言って、基準を守っている場合には問題ないし、守ってないんであればそれは違法なわけだからやめてくださいという注意をするようにしています。その行動ですから、もともと市民のものであって、それをその我々自身のために一定の部分制限されてもやむを得ないという形で、その国家というものに預けているだけですから、その国家が何か権力を行使するということは常にこう見直されるというか、検証されないといけないと思うんです。でその市民が預けた以上のものをやろうというふうにしていくと、というのはその組織や権力というのは自己増殖していくので、やっぱそこをこうチェックし続けるとかすごく大事だなというのを改めて今回感じて、そういう意味だとこういう市民の直接行動みたいなものが、その特に私は若手の弁護士ですけど、そういう若手の弁護士とかに特にこうそういうことを改めてこう教えてくれたというか、そういう中で自分たちが法律家としてできることがあるんだということに気づかされたというか、そういうなんかすごく大事なきっかけになっているなということは感じています。